セイククレレッッドドググラランンンののでですすこんにちはシボ今回は Z 線に乗ったその Z 線忍者線に乗ったその話をしたいと思いますけれどなんかアッパーカウルがですね昔の900忍者みたいなのがついていて、まあ、ノーマルではないのであまりこう忍者線とか Z 線ってこういう塗り味ですよっていうことは言いづらいので、まあ、この車両に限ったところとリアショックがオーリンズに変わっていたので。 総点を主に話してみたいと思いますけれど早速話に入るとフロントフォークは636と同じであと CB1000R も同じで BPF なんだけれど片側だけに入っている SFFBP っていう形でしたでこれ自体そんなに動き悪くなくて特にスーパースポーツである636とかあの辺と比べるとですね CB1000R も同じようにその町乗り車両なので そんながっちりした減衰は必要なないいいっっててうとこころもあってこの機構でもあので十分楽しめる車両じゃないかなと思いましたで何年型ぐくらいだったか45年前に作業した忍者船とかはですね車高がフロントがすごく低くてリアが高くてなんか乗りづらいバイクだなと思っていたんですけれどもこの車両に限ってはそ突き出しとか特に変わっていないんですけれど前後極端な姿勢変化がなくあの姿勢の,この悪さみたいなのがなくて割と 細かいこと言わなければ悪くない普通の方が普通に乗る分には十分楽しい車両じゃないかなと思いましたでリアショックがオーリンズに変わっているっていうところでそれも影響あるかもしれないんですけれど、まあ、フロントフォークの減衰スプリングレート、まあ、夢も含めてその辺含めてこのフロント周りの設定は細かい要求をしなければ十分な設定になっていると思いますでリアショックなんですけれども オーリンズ根本的な動きは悪くないんだけれどやや難点に感じたのがイニシャルがきついいかなと思いました私ぐらいの体重8 0キロぐらいあるような体重でもややリアの突っ張り感というかこう沈み込みの,あの遅さ減衰力ではないその硬さを感じるのでまあスプリングレートかイニシャルかちょっと微妙なんですけれどその辺を変更していくともっと前後ともスッと入るので。 動きが滑らかにななって楽ししくなると思いました、まあ、このリアショック自体は忍者線の純正もオーリンズも分解したことあるんですけれどもこの辺はまあ少しバネの,その設定基準値スタート地点を緩めに設定してみて例えば3ミリか5ミリぐらい動かせればイニシャルを抜く方向に設定していくだけでだいぶ動きが出てよくなると思います。これれ油圧アジャスターななのでで調整自体は便利なんですけれど もっと抜きたいってなった時はあの、まあ、油圧アジャスターの位置を決めてるリングナットをずらさないといけないくなってきますから一、まあ、回ダンパーを取り外して車体から外さなければいけないという手間もありますで、まあ、うまく決まっちゃえばあとは便利でいいっていうところですでダンパー自体このオーリンズのダンパーの設定自体はすごくいい部分すごく悪い部分っていうところも特に目立たなかったのでまずはバネ系を決めていくことであのバイクの基本的な特性が良くなると思っています ですから、この忍者線のオーリンズに悩んでいる方は、バネを少し変更してみると、イニシャルかバネレートかは分かんないですけれども、非常にまろやかな売り味になりそうだなというふうに思います。それ以外は、大体よくできている車両だと思いますので、乗って楽しんでいただければ幸い。ということで、今回の動画、短かったですけれども、要点は2つ、フロントフォークの設定は、そこら辺を走って、街乗りからツーリング。 峠道でちょっとスポーティーに楽しみたいっていうぐらいだったら、えー、十分だと思いますし、リアショックノーリンズはバネ系を弱める方向で調整していくと良くなるというのが私の判断でございます。えー、今回の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。今回の動画はどうだったこれからもみんなが楽しめる動画を配信できるように努力するから、チャンネル登録してくれるよね。ナレーションは柳でした。